岐阜県内の古民家に入るとご覧の人だかり。これは地元の特産美濃焼の展示会です。皆さんのお目当ては、光が入った時にすごく綺麗。光沢が好きです。それがこちら。透明感のある独特の光沢が特徴で、江戸時代のガラスの呼び名からギアマン島と呼ばれています。その美しさからフランスの高級ブランドディオールが販売しているほどです。作っているのは岐阜県土岐市の金子小兵製陶所。光沢の秘密は釉薬。ただこの釉薬、いわゆるまさに禁断の釉薬ですね。使うと会社は潰れるよって言われた、ね、これが禁断の釉薬、アメ釉です。ガラスのような光沢を出せる一方で失敗も多い、扱いにくい釉薬なんです。まず難しいのは濃度。これがその濃度を測る道具です。浮きのようになっていて、浮いた高さでその液体の濃度が分かります。実はこのアメ釉、濃度の見極めが非常に難しく、濃すぎても薄すぎてもあの光沢を出すことはできません。この釉薬の適正濃度は55度ですが、果たして。55。お見事。さらに難しいのは、この釉薬を一定の厚さで皿につける技術。濃度や厚さ、すべての条件を満たして初めてあの光沢が生まれます。その出来栄えは、うん、いいんじゃないですか。完成品がこちら。透明感のある光沢がしっかり出ています。釉薬の扱い方を少し間違えるとご覧の通り。ギアマン島の商品化は起死回生の賭けでした。こちら窯元ですが、現在は廃業してしまっているようです。美濃焼の窯元の数はこの30年で半分以下に激減。金子小兵製陶所はかつて酒蔵の委託生産、いわゆる OEM で日本一のとっくりの生産量を誇っていました。ところが、黒船が来たんですね。簡単なものはすぐ真似される。 OEM というのは自ら売り込みに行けない、非常に苦しい。まさに廃業寸前、そのピンチから会社を救ったのがギアマン島でした。2010年、ドイツの見本市でギアマン島があるブランドの目に留まりました。それがディオールだったんですよ。僕みたいなちっちゃい窯元が作った商品がディオールまで行っちゃうんですよ。すごくないですかこれ。もうびっくりしました。そこでフランス人に喜ばれるものをと提案したのがカフェオレ用のボール。ところが、叱られちゃったんですよ。なんでフランス文化に迎合するんですか。そういったものを作らないでくださいと。ギアマン島がパリ本店で販売されるとすぐに評判が広がり、2022年度の売り上げは創業以来最高を記録しました。薄利多売の量産品は海外製品との価格競争には勝てません。海外には高品質のメイドインジャパンに対する需要があり、それを掘り起こせれば日本の製造業が価格ではなく品質や技術力で勝負できる余地があるのではないでしょうか。自分たちの足元にある技術、ものをやっぱりもう一回再発見、再認識して新しい時代に合わせたものづくりをして挑戦していくことが大事じゃないかなというふうに思いますね。